はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで、ヨシ57さんですね。ヨシ57でいいと思います。はい、そのままで読みました。はい、ボーマンメガを3つです。はい、じゃあ行きます。月曜日は、流動性ですけど、大体出勤してますね。で、PB ご注文あれば、上げて発送したりもしますので、一応は、定休日でお考えいただくとありがたいんですけど、PB の場合は、その時に申し上げるかなと思います。発送できるときは、なるべく早く発送するというのが、店長のポリシーでございます。はい。じゃあ行きまーす。ちょっと待って。赤っぽくない？はい。あ、違う。オレンジだ。サイン来るかな？行きます。もう行っちゃいますね、一気にね。せーの。サインだ。ドリュー・ギルバートさん。アストロズですね。一番候補だった子。おー、25種類だ。1、2番候補の子か。おー、1巡28位だ。去年のドラフトに、もしサインが入っていれば、それがファーストですね。メガの場合は、ファースト表記はいずれもないので、写真も違うし、また別物と考えていただいている。ただ、オンカードで、ボーマンのデザインですから、よろしいんじゃないでしょうか。おー、オレンジ来た。多分ワンオブワンは黒なだと思うんですよね、メガは。おお、赤も見たいけどね。あ、ちょっと待って。ゴールド。これ、2枚とも、この間2枚ともシリアルだった場合があったんですよ。ってことは2枚ともサインの場合もあるんですよ。すごい確率ですけどね。ただ、1パック目でオレンジ引いてるじゃないですか。あ、でも金音。そっか。これ通常音だったら確率高いかもしれないけど。金音とオレンジ音一緒に入ってる可能性もなくはない。いきます。せーの。あ、はい。おそりがさんですね。でも金が来ましたね。いや、これはもうね、ゴッド引いちゃったでしょ。っていう確率だと思いますよ。一箱でこういう出方は。ボークロかな、彼は2022のタイガースのフリーエージェントですからね。ベネズエラ。ボークにいるか、もしくは春にいるのかな。ここにファーストになってるか、ベースが。サインがあるかちょっとわからないですけどね。ボークロ、ボーマン、クロームにサインが入ってて、ベースが入ってなかったとか。で、サインは春ボーマンがファーストですよ、とか、いう場合もあるので。はい、2つ目です。箱は1つにまとめます。オレンジはいいですね。ちょっと久々でしたね。グリーンがちょいちょい見てましたけど、サインカードは、はい、あ、サインだから、さっきオレンジだったから通常音を引く可能性は非常に高いんですよね。はい、ジャスティン・ボイドさん。6フィート、2巡ですね。2001年生まれ、大卒、打撃、頑張れ。レッツの16番目ですね。大卒で16番目。今年かなり頑張らないと、というところでしょうか。外野か。レッツの外野か。埋まってるといえば埋まってるよね。はい。ちょっと頑張らないといけないですね、かなり。熾烈です。こっちでシリアル来たらまたすごいけどな。さすがにないか。あ、インサートでした。ミードさん。ロスさんです。コントレさん。はい。通常音、オレンジ音。なんか出がいいですね。
恐れ多くね。あ、千賀さん来ました。はい、それとインサート、あとモジョタニさんと、うん、マッチョタニさん、マッチョタニさんはい、モチョモジョモジョマッチョアクーニャさんです。これバリエーションじゃないよね、こういう写真だよね。うん、写真ですね。はい、うんでした。3箱で3位が2枚出て、千賀さん、ゴールドが1ということで、いずれも良かったんではないでしょうか。まあ、全くこうね、パラレルとも入ってない箱もそこそこありますんで、まあでもシリアルが1でサインが2っていうね、シリアルよりサインが多い、うん、そう引く場合も普通にありますので、こればかりは運がかなり関係してると思いますけどね。はい、日本人選手はまあどうでしょうね、3箱1ぐらいか、だから 3名いて、各選手が10箱1ぐらいって考えると3箱1ぐらいなイメージですかね。はい、ということでオレンジモジョリフオートグラフね、それと通常のモジョリフオートグラフで、オソリオさんは金でした。うん、ショートなんだね彼もね。2005年ですから、これからですね全然ね。まあ6フィートか、まあちょうどいいですね。ベネズエラとかの選手は結構6フィート、6フィート1の選手とかパワーありますからね、飛ばしますからね、運動神経もいいし。はい、ということでこちらでね、今日発送いたします。またチャレンジしてください。ありがとうございました。